はい、いつもご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。本日はファイヤーボックスで新しくシェフナイフの方を購入しましたので、そちらの紹介したいと思います。まあ、ちょっと料理用の包丁が欲しくて、まあ、折りたたみだったんでこれ購入してみました。で、中身を開けていくと、結構大きめですね。はい。で、ここで吊り下げられるようになっています。で、専用の袋を取ると、ファイヤーボックスっていう風にロゴが2つ入っていて、ライナーロック式の包丁になってます。持ち手が結構大きいですね。うん、まあ刃をしまうためにちょっと大きめになってるんですけど、結構でかいんで持ちやすいです。非常にですね。よいしょ。まあ両手でやった方がいいかもしれないですけど、これだけのデカさなんで危ないですね。重さを測っていきます。はい、重さを測っていきます。袋が 21.4g なんで、まあ約 22g。 本体の方が 195.9g、 まあ200g ですかね。っていう風に結構重ためです。まあ、キャンプとかで使う際にはこれ持ってこうかなと思っていて、普段のちょっと登山とかだと、こんなに大型のはちょっといただけないので、持っていくことはないんですけど、ちょっと暖かくなってきて、キャンプとか行きたいなと思っているので、こちらを持っていこうと思います。ちょっと今日は特に何かを切るってわけじゃないんですけど、今度キャンプに行った際に、切れ味とかそういったものを、また別動画で上げられればなと思います。はい。本日は短いですが以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。